カメラマン来てくれ。はい、どうも、さまです。本日はですね、8月の19日、はい、もうちょっとね、最強決定戦が間近になってきたんですけど、もう肉声が忙しすぎて、はい、まあ、エナジー見てもらえば分かると思うんですけど、もうガチャと称号と育成の、ね、繰り返しでね、ちょっとエナジー補給する暇がないですよ、もう本当に。いや、こんなエナジー久々に見たよね。うん、1万台ってもう、やばすぎでしょ。うん、っていうところで、はい、今回はですね、まあ、この佳境に入ってきた、オーダー作り、広島純正のオーダーをですね、最終的にちょっと完成させていこうというところで、はい、こちらがね、今現状の広島オーダーになってるんですが、はい、まあね、あらかたもうできてます。まあ、コンボはね、全部、型はついていて、はい、まあ、今多分現状出るであろう最大のコンボだと思うんですよ。12,204。はい、セリツの方はですね、最終的には111,150ぐらいになるのかな、多分、ちょっと、はい、しっかり計算しないですけど、大体そんなものになると思います。特殊とね、死者つけてってことになるんですけど、うん、で、今ね、まあ、死者がくっついてないの、じゃあ誰だいと、今現状言うと、新井さんと、うぐさ。はい、オーセラ、この3人ですね。で、ウグサはちょっと多分次ね、福袋で4連福袋が来ると思うんだよね。だから、まあ、そこでね、ちょっとガリガリ引いて、うん、まあ、ガリガリ引いてっつってもね、20何分の1になっちゃうからめっちゃきついんだけど、まあまあ、今回はオーセラとね、新井さん、これ新井さん結構ね、難しくて、これ一郎セレクションなんだよね。だから、再臨が多分ないの。多分ないっていうか、絶対ないね。うん、だから、まあ、今ね、A ランクも実は尽きてる目標で、じゃあ、凸コーチ使うのかって話になるんですけど、凸コーチじゃなくてですね、S ランクがですね、はい、1、2、3、4、はい、5、6、半身版もあるからややこしいんだけど、7、8、9、10、11、もう11しかない。はい、これ11で意地でも試写決めていくっていうところで、まあ、なかなか魂の持ったね、称号動画になると思うんですけど、はい。まあ、先にね、ちょっと在庫にも相当余裕ある、うん、まあ、200枚あるんじゃねえかな、多分、うん、A ランクの在庫相当ある、はい、大瀬良選手から行ってみましょうかね。いきます。はい、死者ね、死者。早めに決まってもいいよ。一発でもいい。一発でもいいよ。いいよ。もういいよ。はい、2回目。はい、2回目。もう、ちゃちゃっとつこうぜ、たまには。ちゃちゃっとつこうぜ。わ、マジ、何これ。極意書4冊なんですけど、私。いやー、もう3回目、ちょっと頼む。ちょっと乱数が悪いから。はい、ちょっと呼吸。よし、行くぞ。さあ、来い。さあ、来い。よし、おじさん。きつ。おい。ラス1になっちまってるよ。いやー、勘弁してくんねえかな、これ。マジで？わ、超特急と火の玉しかもね、どうなってんのこれ。いやー、マジで何、早速ストック経験値使い始めたよ、もう。おし、おっさん来い。ぜー、お願いだ、お願いだ、お願いだ、お願い、ふざけんな、ほらほら、おし、おっさん来い。ぜー、神様、仏様、コナミ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 様、そろそろお願いします。痛い、痛いよ。もう時間も。うわ、おっさん、来い。うわっ、来たよ、ふざけやがってよ。どんだけ手こずらすんだよ、オーセラに。はい、ほんでね、まあ、もう在庫がね、300あろうかっていう、はい、オーセラさんとはですね、まあ、オーセラさんもあれ、完全前座です。うん、まあ、もう A ランク300あるやつなんてのは、もう茶番ですよ、茶番。うん、絶対に決まるわけですから。ここからがヒーリつくタイム、うん、11枚しかない。はい、16セレクション新井さんを何としても試写決めなきゃいけないと、うん、これ試写決まんなかったらなんと凸コーチ称号に突入。これはヒーリつきますよ、うん、絶対に凸コーチ使いたくねえ、絶対に使いたくねえ。もうちょっと心して臨まないとの1回目。はい、11回ですかね、チャンス。皆さん覚えておいてくださいよ。はい、いきますよ、いきますよ、いきますよ。頼む頼む、これは本気で頼む、本気頼む、コナミ。コナミさん。神様、仏様、コナミ様。よし、星さん、星さん。有料企業、有料企業、コナミさん。頼む。うわぁ、押し読んでた。お願いです、コナミさん。試写ください。試写ください。くそが。頼む、早く、早くついてくれ。早く。星4、強すら。お願いします。お願いします。お願いします。もう。
で普段の言動をちょっと改めますのでお願いします。小波さん、小波さん、お願いします。うわー、アンダ製造機出たー。もう残り5体です。大ピンチです。こんなに追い込まれた称号あっただろうかしら。最近結構ある。おしおっさん来い。くっそが、もうこれからはちょっとコナミさんにいいことしか言わない動画しか出さないんで、すいません、お願いします。お願いします。ふざけんなマジでよ。お願いだお願いだ、もう勘弁してくれ。ほんとトツコーチやだ。うわしおっさん、おっさん来い。くっす、くっそが、お願いだ。もうあと2枚なんだ。ほんとお願いだ。ほんとお願い。ほんとお願い。ほんとにお願い。心からお願い。心からお願いだ。くっそー。この極悪企業がラストワンです。これでつかなきゃトツコーチです。やべえよ、やべえよ、やべえよ。やべえ、これでも決まんなかったらやべえ。やべえ、やべえ。ふざけんなよマジでよ。いやーどうしようか悩んだけど、トツコーチやるか。やーべ、ゲロ吐きそうマジで。うーわ、マジでこんなことのために貯めたわけじゃない気がする。先につけときゃよかった、先につけときゃよかったってか、もう30回以上やってんだけどな。もういいよー。おしおっさん来い。くっそー、マジでいらねえ。マジで超人消せよ本当に。やーべやーべ、命がどんどん削られていく。俺の命が、俺の命のドツコーチが一個一個削られていく。やべえよ、やべえ。おしおっさん来い。よし、しゃあ、よし、よし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 、よかった、傷浅かった、3枚ですった。いやーよかった、マジで嬉しい、マジで嬉しい。3枚ですんだ、本当によかった。まあ、これ大体のね、完成オーダーかなと思います。はい。まあ、最終的にはね、111,140になるので。まあ、あとはね、ここから、まあ、問題としては、はい、次の更新で TS6 弾が出てくるとかがなければ、一旦これは最終オーダーになってくるのかな。まあ、あとはでも通常追加が多分何かしらあるはずだとは思うので、それがオーダー揺るがすような、変更、追加じゃなければ、まあ、一旦これ望むんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、あとまあ、TS6 弾がね、出なかったとしてもですね、最後決定戦期間中に私立が始まります。なので、私立の、通常追加、およびワールドスターの追加、私立開始同時にワールドスター追加が結構多いは多いんで、まあ、そこが、例えば聖夜だとか、マイケンが出てくると、話変わってくると。マイケンが出てきちゃうと、QEA コンボが8人、出るので、クリーンのね、これ死者くっつけたとしても、改めて、もう一回、QE プラス3称号くっつけなきゃいけないとか、島内をね、死者じゃなくて、QEA の方に変えなきゃいけないとか、そういう組み替えが出てくるだろうなと。あとはまあ鈴木誠也が出てきちゃうとこれ大ピンチで、鈴木誠也が出てきちゃうと栗原に変えて鈴木誠也を入れて、尾形に変えて侍菊池を入れなきゃいけなくなると。そうすると私なんとですね、で田中康介の方はまあ TS 出てきたからもう何も問題なくなっちゃったんだけど、菊池はこれはもしかしたらこれ必須になっちゃうとね、まあいろいろね組み替えの問題でスピン70負けちゃうんですよね。そうなっちゃったらもう俺の負け、まあベストオーダーをつけなかったら俺の負けってことになっちゃうと思うんだけど、まあ、ベストオーダー作れなくて運勝ちっていうのはね、ちょっと自分のポリシーとしてはあまりっていうのはあるんで、まあまあ勝ったことないわけじゃないけどね、死者一人つけてないぐらいだったら。ただまあ最強戦開始前にね、侍菊池が確実に必須になるという状況は多分今ないので、まああるとすれば私立追加タイミングっていうところなんで、まあもう参加してるんでね、その時には時すでに遅いってことになると思うんでね、まあやるとこまでやるしかないってなると思いますけど、まあそういう風になっちゃったら自分の負け、侍菊池がベストにならない状況なら、まあ自分の勝ちっつっても別に MVP 取れるのって思ってるわけじゃないけど、はい、まあベストオーダーは作れたっていうところで一旦ね、自分の中で納得っていうところができる、かなと思いますけどね。はい、
まあこんな感じのオーダーでね、まあ、ちょっとちょこちょこ付け直しはありますが、はい、臨みたいと思いますんで、まあ、ちょっとまた次の更新とかでね、状況変わるようであればまた、はい、お伝えしたいなと思います。はい、じゃあ、まあ、今回はこんな感じで、はい、まあ、月ヶ島純正の皆さん、はい、1週間よろしくお願いしますということになると思いますが、はい、ちょっとカーピがいないうちにね、広島純正を盛り上げていこうと思うので、はい、では、そんな感じで。次回、更新のタイミングでね、またガチャ動画でお会いしましょう。では。